皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は10月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計18冊紹介していきたいと思います。10月1日ニコラが発売されます。付録はワンアフターアナザー、ナイスクラップ、アイシャドウ、チーク、リップ、スリーウェイ、バームがついてきます。10月1日アンタイトル、軽量、トゥーウェイ、キルティングショルダーバックブックが発売されます。品の良い大人の着こなしが叶うアンタイトルからバッグ付きブランドブックが登場いたします。本誌限定アイテムは上品なキルティング素材とレザー調素材の異素材ミックスデザインのバッグです。主張しすぎないシャレ感のあるデザインでコーディネートに馴染みますよ。 500ml ペットボトルや長財布が入る大きさでちょっとしたお出かけなどデイリー使いにもぴったりです。また本誌アイテムならではの軽やかな素材もポイントです。内ポケットがついていて細かいものを入れられます。肩掛けできるので両手が空くのも嬉しいポイント。さりげないゴールドの金具とブランドロゴがアクセントになったヘビロテ間違いなしの一品です。10月2日エッセが発売されます。別冊付録36ページクローゼットがすっきり整うブック2025エッセカレンダーがついてきます。10月2日オレンジページが発売されます。ブロックはスイカのペンギン、スマホショルダーバッググレーバージョンとピンクバージョンが発売されます。ご覧ください。正面には大きなペンギンさんが可愛いデザイン、裏側についているクリアポケットはパスケースやカード類を入れるのにぴったり。推しの写真を入れるのもおすすめです。ショルダーストラップは取り外し可能。外してナス管を使えばバッグやリュックにつけられます。開口部は L 字ジップで大きく開くので物の出し入れがしやすいんです。内ポケットはスマホを入れたりペンを挿してしまうのに最適。ナス管ごとストラップを外せばポーチ使いもたっぷり入るのでコスメやイヤホンなどごちゃつきがちな小物をすっきりとしまえます。10月2日パンドロボー、コンパクトで大容量なボディバッグが発売されます。大人気絵本パンドロボー付録付きムック最新刊はふわもふのパンドロボーのワンポイント付きボディバッグです。ペットボトルもミニ折りたたみ傘も入るたっぷりサイズが嬉しいです。小腹が空いた時のおやつももちろん入りますよ。背面にはジップ付き、中にも仕切りがあるので使い勝手抜群。アシンメトリーの形もホワイトカラーもおしゃれです。10月3日萌えが発売されます。付録はムーミンダイアリー2025閉じ込み付録としてムーミンダニの楽しい暮らしシールがついてきます。10月3日新女神転生5ベンジェンスジャックフロストの保冷保温バックブックが発売されます。こちらは新女神転生シリーズ最速で全世界50万本を突破した新女神転生5ベンジェンスの大ヒットを記念した特別号が発売決定いたしました。本誌限定のスペシャルアイテムはジャックフロストデザインの保冷も保温もできる 2way 保冷バッグです。前面にはジャックフロストたちのシルエット、背面にはジャックフロストのフェイスシルエット入りというオリジナル仕様。アウトドアからタウンユースまでオールシーズンで使える便利アイテムです。10月7日インレッドが発売されます。付録はスヌーピーメッセージ文具6点セットです。可愛いお花と一緒に過ごすスヌーピーさんとウッドストックさんが描かれたハートフルなデザインに癒される文具セットとなっております。セット内容は特製ボックス、メモ用紙20枚、ボールペン、スタンプ2種類、マスキングテープの6点セット。お花のイラストと一緒にメッセージを送ったり、お花を渡そうとする姿が可愛いスタンプ2種類もいいですね。カラフルで楽しげなマスキングテープにもスヌさんとウッドストックさん。ボックスは整理収納に便利。ちょっとした贈り物を入れてギフトボックスとして活用したり、散らばりがちなアクセサリーの収納。個包装のティーバッグや砂糖をひとまとめに、大切に保管したい手紙やメモ用紙がすっきり収まるサイズとなっております。10月7日大人のおしゃれ手帳が発売されます。特別付録はハリス圧巻の高級感レザー編み帳ガマ口長財布です。高級感あふれるデザインと使いやすさを追求したガマ口長財布、ロゴ刺繍のブランドタグにレザー編み帳の合皮を使いリッチな雰囲気に仕上がっております。上品なマロンカラーに中は落ち着いたイエロー、金運アップの配色もポイントです。中はお札入れ、小銭入れ、フリースペース、カードポケットは6枚収納可能です。開口部は大きな口金とガバッと開く仕様で出し入れがスムーズ。
180度開くのでスマートに出し入れできますよ。小銭入れとカードポケットの間のフリースペースには領収書などが入ります。10月7日リーが発売されます。別冊付録40ページリーマルシェ&リーデイズがついてきます。10月9日モノマックスが発売されます。特別付録は紀ノ国屋保冷保温機能付きお出かけビッグトートバッグです。出ました、人気の紀ノ国屋の付録です。ビッグなブラックのバッグで、正面にはおなじみの紀ノ国屋ロゴ入り、買い物レジャーに毎日使える万能トートバッグです。こんな感じで肩掛けできて丈夫なハンドルがいいですね。前面にはポケットを3つ搭載、スマホや折りたたみ傘などさっと取り出せるのが便利です。水に強い生地を使用しているので、レジャーでも気兼ねなく使えるのも嬉しいポイント。開口部はもちろんジップ、2リットルのペットボトルが3本入る大容量です。保冷剤を入れられるメッシュポケットも装備しております。そしてモノマックスは増刊号も発売されます。特別付録は紀ノ国屋お財布機能付きショルダーバッグです。増刊も紀ノ国屋、これ一つに必需品をまとめて身軽に手ぶらで出かけられるお財布ショルダーバッグです。前面にはポケットを搭載、スマホが入ります。そして背面にはメインファスナーを搭載しており、ストラップを外せばお手持ちのバッグにドッキングさせてポーチとして使えるオールマイティなアイテムです。こんな感じでトートバッグやリュックに付けられますよ。メイン収納にはカード室2つ、コイン室、お札収納スペースを備えた財布面と、メッシュポケットを設けた前面との2層式で使い勝手抜群となっております。10月9日ビーパルが発売されます。付録はグリップスワニー×ビーパルステンレス焚き火鍋ソロです。出ました、今回のコラボ付録は鍋です。直径15センチ、容量約620ミリリットルで、ソロはもちろん 2,3 人でも使えるサイズとなっております。すき焼きや炒め料理などを楽しめますよ。持ち手があるので鍋を吊るしてスープを作るのにも便利、寒くなるこれからの季節にぴったりです。10月9日サライが発売されます。特別付録はザ・スコッチハウス2025年スケジュール手帳がついてきます。1839年に英国で創業され、カントリージェントルマンの象徴として世界中で愛されてきた老舗ブランドザ・スコッチハウス。ロゴと同ブランドのハウスタータン、カイリーンをあしらったサライ創刊35周年記念の特別付録です。表紙には丈夫で手触りの良い上質紙を用い、耐久性のあるフィルム加工を施しました。中面には月別と月間のカレンダー、便利な方眼メモも備える機能的な手帳に仕上がっております。2025年のお供にぜひご愛用ください。10月11日ミニが発売されます。特別付録はマイメロディー×ミルクフェド、モコモコ顔ポーチ、クリアポーチ、豪華2点セットです。こちらは流行りのチャーム型モコモコ顔ポーチと、中身が見えて便利クリアポーチの豪華2点セットです。とにかく顔が可愛いポーチはリップやキャンディー、アクセなど細かいものを入れて使えます。ボールチェーン付きなのでバッグにつけてもいいですね。クリアポーチはコスメはもちろん充電器などガジェットも入る大きさとなっております。そしてミニは増刊号も発売されます。付録はマイメロディー刺繍ワッペンが可愛いお出かけサテンバッグです。ミニ史上初、サンリオの人気キャラクターマイメロディーとのコラボです。高級感あるサテン地に刺繍ワッペンが激カワデザイン、財布とスマホを入れて身軽なお出かけに便利ですよ。コロンと可愛いミニサイズ、サブバッグとしても活躍してくれます。10月11日スウィートが発売されます。特別付録は小島春菜さんプロデュース、ハーリップ2 USB 給電式カールもできる1台2役のポータブルストレートヘアアイロンです。こちらは小島春菜さんがプロデューサーを務めるハーリップ2とスペシャルコラボ、コンパクトなストレートヘアアイロンです。ハーリップ2らしい上品なモーブカラーのボディに繊細なブランドロゴを両面にプリント、髪に優しいセラミックコーティングプレートを採用、サイドコーム付きでスタイリングしやすいんです。手のひらサイズなのでポーチインしやすく、持ち歩きにもぴったりです。温度は低温約140度、中温約160度、高温約180度の3段階で調節可能。 1.2 メートルのケーブルが付属していますが、アダプタは付属しておりません。 USB-AC アダプタは 5V 2アンペア以上のものを用意してください。使い方は簡単、プレートロックを下にスライドし、ロックを解除します。
あとはオンオフボタンを押すだけです。顔周りなど細かい部分のカール作りにポイント使い、毛先までスーッとアイロンをスライドさせてストレートに、立ち上げたり丸みをつけたりと前髪のニュアンス作りにも貢献。コンパクト設計なので外出先でも使えます。こちらもおすすめです。いかがだったでしょうか。ここまで10月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計18冊紹介してきました。来月もバッグ、ポーチなど盛りだくさんの内容となっております。どれも付録でしか手に入らないアイテムとなっておりますので、気になる付録は売り切れる前に早めにチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。また今回紹介できなかった追加情報変更内容は月末のまとめ動画で補足していきますので、そちらもチェックしてくださいね。そして X、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。